ラグビーに携わった連中が全部日本代表どうなっていくかっていうことをその思ってくれる国にならないとずっとベスト8は無理ですよみたいなと思いますけどね。それをどう維持していくかって、ぜひこれね、京大の100年でね、ぜひ皆さん京都大学の OB の方考えていただきたいなと思いますけどね。ラグビー100周年、まあ、今回迎え、はい、本当おめでとうございます。森さんもその福岡高校で、まあ、長年監督されて、はいはい、学校で長年苦労されながらもあの福岡県立選手だったり、はいはい、強豪に育ったりされましたけど、はい、まあ、大学でも最近国公立大学はなかなかやっぱり選手も集められなくて苦戦している中で、あの国公立大学とかどういうふうにどう頑張っていってもらいたいとか、その辺の思いってありますか？あのね、ちょっと話それるかもしれないですけど、僕の教え子の中で京都大学何人か行ったのがいるんですよね。で、一人あのやっぱ京都大学のラグビー部に入って、あのそれ九州電力が就職しましたけども、なんていうんですかね、基本やっぱりそのそういうとこ京大とか東大とか一橋とか行く連中ってのは基本頭いいじゃないですか。頭いいっていうか、ね、成績もいいし、でそこら辺はね、結局早稲田とか明治とか慶応じゃなくて、やっぱりそういう一流大トップクラス目指してるんですよね。僕らはその国公立、例えば福岡であれば周遊館とか筑紫ヶ丘とか福岡高校とかそういうのは国公立行って、でそういうことでその花園を目指した気持ちをその大学に、俺たちはこうやってやってたんだというようないい伝統をね、まあ酒飲みながらでも話して、あのそういうとこは強くなってもらいたいなというふうに思いますね。でも会長になってね、つくづく思うんですけど、みんなその思いがね、その大学の例えば京都大学の東大の方とか OB の方が本当に日本のラグビーのことを思ってくれてるんですよ。でもし機会があればぜひ森さんと話したいとかね言ってくれてるんで、それがあの本当に嬉しいですね。だからみんなラグビーの思いが強いっていうのがあのなかなか、だからできればその公立の子その進学校とかね、そういうとこ行ってラグビーを続けてもらいたいなと思うんですね。福岡県立選手みたいな、まあ、文武両道の選手も育てましたけど、森さんもあれですか、その指導者として勉強も頑張るとか文武両道とかそういうこともおっしゃったりしたんです。いやいや、お前たちの時間ってあの頭の差はあるからね、うん、頭の差があるからね、あのそれで頭勉強がきあの好きなやつはやれと、嫌いなやつはそんなやることないんじゃないみたいな、それより腕立てしてた方がいいんじゃないみたいな話をしてましたけどね。だ福岡元気はその成績はちょっと僕よくわからないですけども、理解は早かったですね。ああ、そしてそれに対して努力は一生懸命する選手だったですね。でもテレビとか最近すごい出てるじゃないですか。そうそう、この前日本シリーズのね、僕もやったことない始球式なんか投げやがって、ふざけますよ僕に断りもなく始球式やっていいですかとか言いやいいのに。まあでもね、ラグビーにとって悪い子じゃないから、そういうのどんどん出てもらいたいなと。最近その関西のラグビーがちょっと あんまり元気ないというか、なかなか優勝がね日本一ないので、そうですね、そういう意味ではどうですか、関西のラグビーに対してエールというかどうなってもらいたい。もっとね、いやこれは僕個人的な意見ですけどね、やっぱりそのなんていうんですかね、あのこっちの関東の方と交流を図って、春の時点から、ね、今まあコロナ禍だからだいぶその一緒に練習したりね、ちょっとやっぱ温度差があると思うんですよ。だからそこら辺を、まあ天理は強いですけどね、まあそこら辺をなんか交流を図った方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。それは日本のラグビーのためにですね、あの決して関西のためじゃなくて、関西の大学のためじゃなくて、
そういう交流を図ってなんか強化していくっていうふうなことを考えればいいなと思うんですけどね。だから独特のね、同志社が強い時もやっぱ独特なラグビーだったんですよね。やっぱなんか独特っていうのが少なくなってきたっていう、それは世界標準がそういうふうになってきたからかもしれないですけど、もっとこうなんかこう個性あふれるチームっていうかね、そういうのが出てきていいなと思うんですけどね。ルールがそういうになったからかもしれないですけど、体がでかいのが揃えなきゃいけないみたいなね、ええ、だからなんですかね、今そのだから体がちっちゃくてもね強いチームって難しいじゃないですか今。そんなチームが、でそれは何かっていうとルールがねそういうじゃないとダメだからなんですよね。だから多分京都大学もそこら辺のサイズでね苦労してるんじゃないかなと思いますね。サイズの方でもうスクラムなんてのはドンってもう対象表がぐっと勝ちますからね。昔は言うと低く構えるともう低く構えれないから、そこら辺がやっぱり指導者としては本当に難しいところじゃないかなと思うんですけどね。だからそれこそ市口さんとか考えるラグビーができないようなラグビーになってますよね。で星野先生もそうだと思うんですけど、僕いつも言うんですけど、例えば北島忠司とか大西哲之助とかそういう指導者はもう今後出てこないですよ。まず出てこないと思う。そう長期政権で、あ早稲田のラグビーって大西哲之助って、明治のラグビーは北島忠司って、でそういう長期政権の指導者ってのは出てこないと思うんですね。もうとにかく3年サイクルとか5年サイクルとかでこう、それがもう世界もそうだしですね、そういうなっていくんじゃないかなと思いますけどね。例えば合宿で一緒に3日間、それこそ京都大学と釜石とやったようにね、3日目4日目でその感覚的に変わってくるからですね。でその世代が仲良くなりますよやっぱり。でそれは本当大切なことだと思うんですよ。お前あの時大学4年の時一緒だったなみたいな、どっかでねあったりしますから、それは人生にとってプラスだから、そうした方がいいなと思う。で僕らもこの年になって支えられてるのは同い年で、例えば慶応の OB 会の会長と早稲田の OB 会の会長と明治の OB 会の会長が同期だったりね、やっぱり そういうのがみんなで、でああわわわわいわいやるっていうのがやっぱりいいですよね。それがやっぱりラグビーだと思うし、でそういう基本的なそういうこと、まあ、とにかく日本大学が強くなればいいんですけど、でもそういうことに他にラグビーの良さっていうのがあるっていうことをもう一回みんな僕らの世代も含めて認識しなきゃいけないと思うんですけどね。だからそれこそあのトップリーグじゃないですか、新リーグじゃないですけども、そういう中でもう全てその日本代表のこうあれに直結してるっていう、でそれから選びやすいとかね、で日本代表の育成がこういうふうになってるとか、そういうふうに考えていかなきゃいけないんじゃないかなと。だから今時ね、まあ、昔の人たちっていうのは関西とか関東とか同志社とか明治とか行ってる場合じゃないよ、でも日本代表をどうしようかというふうにか そこの思いがやっぱり一つでどうしていこうかと、我々の大学がどうしたらいいかということを考えていかなきゃいけない時期に来てると。ずっとベスト8をつける続けるならですよ、早稲田が強かったらいいとか明治が強かったらいいとかいう人はもうやめてくださいみたいな、そういうふうにしないとね、なんか強くなっていかないような気がしますからね、一つにならないと。わがままなやつ多いですもん。もうね、もうとにかく慶応勝てばいいとか明治勝てばいいとか、日本代表はまあそれはそれで別にやりゃいいんだって、違うみたいな、だからそこを思いますね。それね、まあちょっと生意気なこと言うけど、僕は日本代表になったからそういうようなことを言うのかもしれないし、もし明治大学で終わってたらそういうふうになってるのかもしれないですね、この年だったら。
この年だったらね、もうあとちょっとしかないとかね、20年しかないとか10年とか20年とか思ったら明治がどう何回勝つかなみたいな話になるから日本代表は4年に1回しかないしみたいな。でも日本の代表の強化っていうことを考えたら、我々の世代の連中、あるいはその下の連中、まあ大げさに言えばラグビーに携わった連中が全部日本代表どうなっていくかっていうことをその思ってくれる国にならないと、ずっとベスト8は無理ですよみたいなと思いますけどね。それをどう維持していくかって、ぜひこれね、京大の100年でね、ぜひ皆さん京都大学の OB の方考えていただきたいなと思いますけどね。だからね、例えば東大とか九大とかそういうふうな区切りになった時に、もう絶対こういうふうにこうビデオメッセージで言って、ね、皆さんが変わってもらえば絶対変わりますみたいなで言おうと思うんですよ、ええ、初めて京大が来ていただいたんで